メジャーリーグオークランドアスレチックスと契約を結び、2023年から海を渡る藤浪晋太郎投手。最速162キロのストレートとスライダーのような鋭いカットボールを武器に、ついに夢の大舞台に挑みます。そんな藤浪投手について、野球評論家たちの意見は通用する派と通用しない派で真っ二つ。今回は藤浪投手がメジャーで通用するのかしないのか、それぞれの見解をまとめていきます。メジャーで通用しない派の意見。大阪桐蔭高校時代からエースとして活躍し、3年生では春夏連覇を成し遂げた藤浪投手。入団した阪神では1年目から先発ローテーションに入り、高卒ルーキーながら10勝をマーク。その高い注目とプレッシャーの中でも、しっかりと結果を残す大物ぶりを見せつけました。2年目は11勝、3年目は14勝と勝ち星を伸ばし、阪神のエースへの階段を順調に登っていく藤浪投手。しかしこの後、藤浪投手の野球人生は突然霧の中に入り込んでしまいます。2016年、右肩の炎症などにより思ったように投げられなくなったところから制球難に陥ると、2017年頃から右バッターに対してフォアボールを連発。破壊力抜群のストレートがすっぽ抜けて右バッターの頭部を襲うこともあり、2軍でも危険球による退場を宣告されるなど、全く別人のような状態になってしまいました。2018年も5勝、2019年は1軍登板わずか1試合と、もがき苦しむ日々が続きます。復活の兆しが見えたのは2020年、中継ぎに活路を見出すと24試合に登板し、ようやく藤浪投手らしさが見え始めます。2021年には3年ぶりとなる開幕投手に指名され、2022年も2年連続で開幕投手を務めました。途中2軍に降格することはあったものの、再昇格した後は先発として7試合中6試合で6回3失点以内のクオリティスタート。フォアボールの数も3つ以下に抑えるなど、制球面でも成長を見せました。そして2022年オフ、藤浪投手はついに夢だったメジャーリーグ挑戦を表明。ポスティングシステムの申請も無事に受理され、オークランドアスレチックスと契約を結びました。自らのピッチングを一度は見失うという投手としては壮絶な体験を乗り越え、大きく成長した中で挑む世界最高峰の舞台。同い年でライバルでもある大谷翔平選手は、すでにメジャーリーグでリーグ MVP に輝くなど、大きく差を分けられた感はありますが、ここからの活躍に多くのファンが期待しています。しかし野球評論家たちからは残念ながら辛辣な意見も聞こえてきています。まずは球界のご意見番、広岡達郎氏です。藤浪がメジャーリーグで通用するかどうかは論じること自体がナンセンス。日本で通用しない選手が海の向こうで通用するわけがない。数年したらクビになる。そうなったら喜んで再契約するのが日本球界である、と猛烈に批判。ここ数年結果を残せていない藤浪投手がメジャーで通用するかは論ずるに値しないと一刀両断してみせました。また阪神 OB の高城信弘氏もメジャー移籍について、メジャー挑戦を藤浪が口にした時はちょっと驚いた。日本にいても同じことの繰り返し、周囲の評価からも逃げ出したかったのか、とまずは移籍自体に疑問を呈しました。さらに藤浪投手は右バッターの内角にストレートを投げ込むということができていないと指摘、これを最重要課題としました。外角一辺倒の投球スタイルでメジャーに通用するとは到底思えない。先発であれ中継ぎであれ、成否の鍵を握るのが制球だとしたら、藤浪には険しい道と言わざるを得ない。半ば成功はありえないとでも言わんばかりに辛口な評価を下したのでした。メジャーで通用する派の意見。厳しい意見にさらされている藤浪投手ですが、決して否定的な意見だけが並んでいるわけではありません。そもそも藤浪投手はメジャーから注目される存在でした。今回藤浪投手のエージェントを務めたボラッシャの社員は、4年前の時点で FA の年数などを差し置いて、今連れて行きたい選手は誰ですか、の問いに藤浪投手と回答していました。あの上背と球速は魅力です。日本ではいい起用をされていませんよね。それならぜひアメリカに譲ってほしいですよ、と語るほど藤浪投手を高く評価していたのでした。
またメジャーリーグ経験者で野球評論家の岡島秀樹氏は、藤浪投手はメジャーで通用すると評価しています。日本で苦労されていた部分もありますが、アメリカで通用するタイプだとずっと思っていたので、早く行ってほしいと思っていました。やっとチャンスに巡り合えたので、一花咲かせてほしい。と、アメリカでは適応するのではないかと予想した岡島氏。さらに岡島氏は、高城氏が課題として指摘していたインコースへの制球について、逆にポジティブに捉えています。右バッターのインコースへすっぽ抜けたボールを投げると、日本の場合はバッターが怖がって踏み込んでこなくなります。しかし、アメリカではどんどん踏み込んでくると岡島氏は指摘。よって、外角のスライダー、スプリット系のボールが生き、藤浪投手が内角へのシンカー系、ツーシーム系に磨きをかければ、さらに投球の幅が広がると期待を寄せました。また、今シーズンから阪神で監督を務める岡田彰布氏も、藤浪投手の成功を期待する一人です。高卒ルーキーだった頃の藤浪投手を見た時に、すごいと感じたという岡田氏。しかし、そこからの急落ぶりも野球評論家として見てきただけに、今回の移籍が藤浪投手にとっていい転換になればと語っています。アメリカで復活する可能性は十分すぎるほどあると俺は見ている。環境を大きく変え、のびのびと向き合えば、あの剛腕は戻ってくる。まだ28歳、細かいことを考えなくていい。コントロールは大事だけど、それ以上に重要なのは藤浪の能力をぶつけること。ほんま、エールを送るよ。と、藤浪投手の成功を祈っていました。藤浪投手が成功するかどうかは、各野球評論家たちが指摘した通り、コントロールの部分に大きく左右されることでしょう。特に右バッターのインコースに制球できないとあれば、それはかなりの問題と言えます。日本から海を渡って成功しているダルビッシュ有投手や大谷翔平投手らは、ストレート、変化球の質はもちろん、要所の場面ほど冴えるコントロールがありました。現時点で藤浪投手がそのようなピッチングを展開できることを保証する要素は、皆無に等しいと言わざるを得ません。しかし、そもそも制球に迷い始めたのがメンタルに由来するところなのであれば、一気に回復する可能性もあります。アメリカの自由な気風の中で、日本にいた時のようにフォームなどに細かい論評などをされることがなくなれば、本人も自分らしいフォームを取り戻せるかもしれません。そうした環境の変化が藤浪投手にもたらす効果は他にも考えられます。それはメジャーのボールです。日本のボールと全く違い、滑りやすかったり、皮の質感が乾いていたりと大きく異なります。日本人投手が最初に苦しむのがボールへの適応になるくらいです。しかし、これも藤浪投手にはいい方に作用する可能性があります。実際、日本では成績が落ちてしまった後に、メジャーに挑戦した斉藤隆投手は、縫い目の高いメジャーのボールによって、各球種が蘇り、メジャーの舞台で大成功を収めました。制球面の課題は残る可能性がありますが、大柄で手も大きい藤浪投手だけに、メジャーのボールが合えば、その才能がさらに引き立つ期待もあります。また、配球面についても藤浪投手に追い風となる要素があります。これまで藤浪投手が在籍していたセリーグは、力勝負よりも変化球を多く使った緻密な配球が主になっていました。アメリカではデータの活用は日本以上かもしれませんが、やはり力勝負が基本線。メジャーリーグの強打者にも負けないボールを持つ藤浪投手ならば、むしろこちらの方が性に合うかもしれません。並み居る強打者をパワーでねじ伏せ、豪快なガッツポーズを決める藤浪投手の姿が早くも目に浮かんできます。すでにメジャーリーグのキャンプに合流している藤浪投手、マニー・ピラ選手は早くも藤浪投手を絶賛しています。ストレートが良かった、とても気に入っているよ。それにスプリットやスライダーを織り交ぜれば彼はもっといい選手になると思うよ。と活躍を期待する声が上がっています。最後に、海を渡った藤浪投手にとって一番の成功の糸口になりそうな情報をお届けしましょう。それは育成メソッドです。メジャーリーグのスカウトは藤浪投手についてこう語ります。日本では現状、身長190センチ以上の投手のトレーニングノウハウが十分に蓄積されているとは言えません。投手コーチにしても、高身長の投手のメカニズムに精通した人はそれほど多くはない。
しかしこちらでは球団を問わず多くのノウハウが蓄積されているので、藤浪の求めに対してより適切なアドバイスが可能となるわけです。さらにこのメジャースカウトはコーチングについても言及しています。日本ではコーチが変われば指導方法も変わることがありますが、メジャーにはそれはないと断言。それぞれのチームに一貫したノウハウがあるため、選手がいつ入団してもどのコーチだったとしても指導方法は変わらないと語りました。日本で様々なコーチからの指導により自分を見失いかけたことのある藤浪投手だけに、アメリカの洗練された長身投手の育成メソッドでさらなる覚醒も期待できます。果たしてメジャーリーグの舞台で藤浪投手は自分らしいピッチングを展開することができるのか。2023年の藤浪投手は最も注目すべき存在だと言えるでしょう。